YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。秘密、古賀シャリダの強さスーパープレイ。ワールドカップバレーボール W 杯2015が第1ラウンド8月22日とから第3ラウンド9月6日日まで開催されています。古賀シャリダは火の鳥日本のニューエースアタッカーとして木村沙織を押しのけるファインプレー連続の華々しい活躍をしています。レシーブ、スパイクなど全てのパフォーマンスが全日本メンバーの上位レベルです。特に古賀シャリダ強さの秘密でもある天性のスパイク技術によるスーパープレーは素晴らしいです。同じ腕の振りで本能的な瞬時の判断でピンポイントに打ち分けるのは神業です。相手の選手はどこに打ってくるかを予測することができないのです。この技術がスパイクの驚異的な決定率を生むのです。しかしさすがにワールドクラスともなると相手も研究し対策を練ってきます。一時スパイクが決まらなくなったことがありました。この時真鍋正義監督にベンチに下げられました。ベンチでは外から相手の動きを観察し相手のフォーメーションを分析していました。次にコートに戻った時どこに打ったらスパイクが決まるのかの作戦を考えていたのです。普通の選手であれば下げられて落ち込んでしまうところですが強靭な精神力を持っているのです。コート内では全く物おじしません。幼さの残る可愛い笑顔とは別に中堅選手のようにチームに溶け込んでいます。スパイクを決めるともう何年もこのチームのメンバーであるかのように余裕の満面の笑みで喜びを分かち合っています。一戦一戦進化が止まることはありません。女子バレーの常識を超えた超一流への道を歩んでいる逸材だと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。